皆さんこんにちは。巨人は11月2日広島長野久義選手のトレード移籍が球団間で合意したと発表しました。週明けにも正式な移籍手続きを行う見通しで、5年ぶり古巣復帰に巨人選手、首脳陣はもちろん巨人ファンから歓声が上がるほどのサプライズだとお祭り騒ぎとなっています。しかし今回の移籍には世間を騒がせている坂本勇人のために呼び戻されたという説が噂されています。なぜ長野久義選手の移籍でここまで盛り上がるのか。今回は長野久義と巨人のイチャついてきた歴史、そしてケツ穴確定の悲しみを止めるために古巣に戻ってくる長野久義についてご紹介していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただけましたら幸いです。長野久義選手は佐賀県宮城郡木山町出身。野球を始めたのは佐賀県木山町立木山小学校1年生の時、地元の少年軟式野球チーム木山バッファローズに入り、木山町立木山中学校時代筑紫野ドリームズに在籍し、筑陽学園高校へ一般入試で入学し主将を務めました。高校卒業のプロの誘いはありました。日本大学生産工学部マネジメント工学科へ進学、公式野球部へ所属、主将を2期連続首位打者となりベスト9にも満票選出されました。強肩俊足を兼ね備えプロの注目を集め、同年秋のドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから4巡目指名を受けていましたが、巨人への入団を熱望していたことで入団を拒否し本田技研工業へ入社。ドラフト会議で巨人以外に指名された場合はプロ入りせず会社に残留する意思を固めていましたが、巨人以外でも入団すると情報を得ていた千葉ロッテマリーンズが2巡目で強行指名しますが、ボビー・バレンタイン監督との面会を拒否し、翌日にロッテ球団側に直接入団拒否を申し入れ、球団側も了承、 HONDA 残留が決定し、2009年のドラフトで巨人の指名を待つこととなりました。そしてついにその長年の片思いが両思いとなり、2009年ドラフト会議にて巨人1位指名を受けることとなりました。まさにジャイアンツのユニフォームを着てプレーすることを誰よりも望み、辛抱強く耐え抜いた長野久義選手は伝統と栄光を宿命づけられた巨人軍に必要な人材となりました。チームからの評価は軒並み高く、巨人時代にチームメイトだった坂本勇人とは共に攻撃の良チームの顔としてマスコミから坂長コンビと称されるほどの名コンビでした。当時は中日木金時代でチーム成績は劣勢でした。坂本、長野、脇谷の3人は主力に育てないといかんと原辰徳監督が心血を注ぎ込み、スター選手に育て上げると12年は坂本勇人と長野久義選手が主軸として日本一を達成しました。人物としても球界一の気配りができる男と称され、気づけばチームの中で兄貴のように多くの選手たちから慕われる存在となりました。しかしそんな中、19年1月に巨人が FA で獲得した丸吉弘は人的保障で広島に移籍することが決まります。その際、原監督は勝負の世界は足し算ばかりではない、引き算もある、答えが出た時にどういう結果を残すかとコメント。勝負師として冷静に苦渋の決断であったことをコメントしましたが、これにチームメイトからは猛反発。一説にはこの長野移籍騒動でチームに大きく亀裂が入り、統率の取れなくなった巨人が数々のスキャンダルで名を馳せ、 B クラス入りとチーム低迷の要因になったと言われています。もちろんファンの中には巨人の顔だった長野久義選手の移籍を疑問視する声も少なくなく、スター選手の入れ替わりが激しかった平成の巨人ともあった、さすがにこの移籍に気持ちが疲弊し離れていったファンも多かったです。ただ球界の人格者と呼ばれた長野久義選手は広島移籍後も根強い人気を誇り、広島カープでも人気選手となり、その真摯な振る舞いにカープファンも長野久義来てくれてありがとうと惜しみない愛と声援を送っていました。しかしカープでは若手の外野手が台頭してきた背景もあり、出
出場機会は減ってしまっていました。2軍ではまだまだ若手に負けないくらいの成績を残していただけ、球団で宝の持ち腐れとなるよりもより活躍できる環境がないかと球団は模索していました。今回の移籍の経緯をカープの鈴木球団本部長が取材に応じ、彼は2度もドラフトを拒否し巨人を貫いた選手、いつかユニフォームを脱ぐことがあるとすればやっぱり巨人で脱ぐべきではないかと思っていたと巨人に提案し、それが合意に至ったと取材陣にコメントしています。ちなみに合意しなかった場合はカープと契約する方針だったことも明かしており、決して不要になったからではなく広島カープの選手第一と考えた上での結論だったということがわかります。原監督はほとんどの人が後輩になる、それは刺激になるでしょう。やっぱり他の球団の飯を食った人ならばいろんな意味でいろんな形でいいものとして出してくれるといいねと、その復帰を歓迎するコメントを残しました。また蝶野久義選手が巨人在籍時に同僚だった亀井義行打撃コーチは、やっぱりベテランというのはすごく必要だと思うし、若手もね、見て学べるところもあると思うし、またニュー蝶野さんを見られるのを期待してますと、巨人へと帰ってくる同僚への喜びをコメントしています。また阿部慎之助ヘッドコーチも、若手のいい見本になりつつ自分のことも精一杯やってもらいたいと、その復帰にエールを送っています。また広島カープオーナー松田氏からは、頑張ってくれ、しっかり体を鍛えて向こうに行くときにびっくりさせてやると語ったそうで、広島ファンのアンガールズ山根義明さんもツイッターで、本当にカープに来てくれてよかった、華やかさと経験を与えてもらった、いやージャイアンツに戻った長野さん活躍も見たいけど怖いなと、広島カープでも愛されていたとわかる各著名人、巨人での活躍と選手としての将来を称えるコメントであふれていました。蝶野久義選手は今回の移籍についてマツダスタジアムで取材に応じ、4年間プレーしたチームへの思いを語った。目には光るものがあり、報道陣に背を向け、しばらく無言で涙を拭う姿を見せ、広島への感謝とともに、来年カープとジャイアンツで優勝争いができるようにと古巣での活躍を誓いました。 SNS 上などでは早くも大歓迎ムードが広がっており、お帰りなさい、もう泣きそうなどのコメントのほか、やっぱり背番号7は長さんしかいない、7番をずっと開けて待っていたジャイアンツに感謝と声が多く上がっています。ここまで見ると巨人と蝶野久義選手が晴れて復縁したように見えますが、果たして本当にそれだけなのか。あれだけ巨人愛の姿を見せ、人としても成績も申し分ないほど素晴らしい結果を残していたはずなのに、広島の丸のことが好きになったからとトレードに出されると振られ方をしていた蝶野久義選手も、今かなと仲睦まじく過ごしていたのか、元カノと復縁したいと熱望するものなのか、野球ファンからは巨人からの裏切り行為があったにもかかわらず巨人愛だけで復縁するというのは考えられないといったコメントをちらほらと見かけます。もしかしたら他に巨人に戻らないといけない理由があるのではないか。野球ファンたちが蝶野久義選手の移籍の真相は何かと様々な考察が立てられ、一つの説が浮上しました。それが坂本勇人の決断が確定の悲しみを止めるために復帰する説です。ご存知の通り、坂本勇人選手は今季女性問題を週刊文春で報じられ、巨人の主軸でもありキャプテンの怠慢が世間に露見し B クラスに低迷するのも頷けると言われるほど、現在の巨人はまとめ役が不在の状況となっています。坂本勇人と蝶野久義選手は兄弟のように慕い合う中で、俺様キャラでもある坂本勇人を叱り、唯一言うことを聞かせれるのは蝶野久義選手しかいません。ベテランとなった蝶野久義選手の野球に取り組む姿を見て刺激も受けるでしょうし、何より二人には二人にしかわからない絆があります。坂本勇人が来季も女性問題、ケツ穴確定など不名誉な称号で呼ばれないためにも、蝶野久義選手がきちんと指摘し坂本勇人を更生させることができる、そういった意味でのサポートをすることに必要性を感じ、
長野久義選手は巨人に戻るのではないか。自分を捨てた巨人、原監督のためではない。伝統の巨人軍で今頑張っている後輩たち、スタッフのみんなのために戻ってくる。そういう男気あふれる気持ちでの移籍理由でないと説明がつかないとネット上では結論付けられました。自分のことを裏切った球団であっても誰よりもチームメートを大切にする、長野久義選手らしい決断だなと、あながちネット上で吹聴されている説は間違っていないと分かる話のオチでした。これからの長野久義選手が巨人を立て直してますます活躍していくことを期待していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。